新藤辰巳のゴミラジオ。キャンディキャンディ新藤辰巳のゴミラジオ始まりました。いとこの坂巻さんです。はい、何食って、もう食ってそのミルキーが歯に挟まってミルキー食いながらちゃうとダメ、うん、飲み込んで なんか喋っといてミルキーが喋ってね、ちょっと僕酔っ払ってきてね、7本目ぐらいになると思う。え、そんな飲んでんの？飲んでるんだって。スシローから飲んでるから。スシロー何本やの？3杯ぐらいでしょ。スシロー2本でこっちに来て3杯目だから3杯飲んで、こっちに来て3杯飲んでんの？うん、もう飲んでるから。いい身分だね、酒飲んで寿司食って酒飲んで、で、はい、お笑いの中話して。だってお笑いの話じゃなくて、あなたはそんな楽しいかとか知らんけど。楽しいよ、楽しい。お笑い芸人ですから。あなたお笑い芸人じゃん、しゃくれ芸人でしょ。芸人はついてるからね。しゃくれを。いや、もうだらだら何の話題も提供せず、ダラダラするの違います。おお、見てらんない。今回はそれにするか。見てらんないから。話す、話が、なんか、人間力だけで我々なんか。いや、もう、あ、もう今日人間力です。いや、人間力。今日は人間力な。昔のすごい落語家さんみたいなんじゃないですから。まあ、そうね。寝てるだけで絵になるみたいな。そう、超売れてたらこれでもさ、何十万再生とか言ってさ、これさんまさんとかだったらいいよ、寝てるだけでもいいんだよ。あんなに喋ってる人が普段喋んないっていうのはやっぱ貴重だもんね。たけしさんとかでも横になる姿とか見れない。見たい見たい、たけしさんの横になるとこ見たいけど、もう映ってもないし、もう新藤さんが横になってもしょうがないし、俺横になってましたからね、顔しか映ってない。はい、なんかあるんでしょ、なんか携帯にメモった何かがある。携帯にメモった話題があるんでしょ。疲れちゃったね。疲れ終わってから回しなさいよね。疲れてるとこ回しちゃうの。疲れたなじゃないでしょ。ね。今年は売れるかね。売れるかね。いらないそんなことは。大丈夫ね。疲れたね。何をしてんのよ。喋りよ、俳句そんなないよ、俺は。そんな話題なんか俺もないよ。俺もないよね。お前、あなたの話題なんてどうすんの。冗談じゃないよ、ほんと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。なんか言えよ。言えよ。ジャージで来て、ね、もう起きたままで来て、起きた、そう、起きて、起きたらすぐも家出ないといけないから。洗濯機にジーパン一発したの、あ、乾燥機かな、知らねえわ、そんなことも。その夕方は今日集合で、何で寝てんのよ。いや、朝まで起きてたから。何を朝まで起きることあるの。手ずっと見てた。酒も飲まないよ、ね、うん、酒飲まなくても、ね、酒なんかもともと飲まないんだよ、そんなに、これ何回ぐらい見られるかな、これ。200ぐらいじゃないですか。200いくかな。200いくか。よいしょ。なんかさ、でっかいモニターかなんかでこれ映してもらって、なんか、生活がちょっと寂しい人用のさ、なんか人だけいるみたいな感じで、なんかあるじゃん、まあ、あるあるけど、ね、そういうモニターに熱帯魚流すとか映すとかさ、あれで飼ってるみたいなするみたいな、うん、一人暮らしで、それで熱帯魚いるから、それ熱帯魚だから人間がいるじゃん。だから一人暮らしで寂しい人用ゴミラジオっていうので、あんま喋んないけど、なんとなく部屋、まるで部屋に、家に3人でいるような、3人でいるように思えるっていう、これかい。だから本当なんかさ、実験的だわ、実験的。なんか別に聞く気ないんだけど、ちょっと耳に入った時にちょっと、うん、あ、なんかちょっと聞いてもいいかなぐらいの話をしようか。
なんか集中して聞いてないといけないみたいなのを作業できないじゃん。なんかそんな作業用ゴミラジオ。まあこんなもんだからね。人といる時ってそんな、うん、人といる時って、ね、うん、基本間だからね。たわいないし、まくし立てるようなことしなくていいと思うんだよね。言われてもね、誰か、なんかあんま熱を帯びてあんま喋ったりするとさ、あんまりね。いや、まあ熱量あった方が効くんじゃないですか。作業用だから何がいいかな。なんですかね。フルーツ、フルーツの話します。フルーツの話。フルーツ好きじゃないですか。結構フルーツ。フルーツ。おっぱいと、うん、芸人とフルーツが好き。フルーツ好きだけど、うん。フルーツ的なもんが好きじゃないですか。やっぱおっぱいもフルーツみたいな。ああ、なるほどね。芸人もまあフルーツですよ。なんかちょっとは聞き応えある話がいいけど。ちょっとはな。何がいいかな。まあ、本当気にせず作業しててくださいな、本当に。まあそうね、もうじきにゃおもね決勝決まりますから。にゃおにゃおね、知ってます？猫のネタ限定の賞レースですよ。にゃお、誰もにゃおなんか、まあ新しいけどね、面白いと思ったけどね、あの心の、ね、決勝がモリエールですから。モリエールでやんだあれ、うん、今だからあれね、動画を1分半ぐらい撮って、うん、それが一応オーディション用の動画になると、でツイッターで流したらエントリーになるっつって、そう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 、うちもおバカよも一応参加してるんでしょ。そうよ、うん、そこでね、割と多かったっすけど、俺らはいいねみたいな、早かったんで、俺早くはねえか、いいねみたいな。でもあれは受かんないっすよと。いや、分かんないっすよ。いやもうマハだね、間違えてるじゃん、出方。で意味わかんない、あんなのもいいんじゃない。いやあれダメだと思うよ。決勝がイメージできない人の予選の参加は多分上がんないと俺は思うけどね。あれ上がったらまあ俺のミスですけど、セアロガイおじさんがエントリーしてるから。いや今話題のセアロガイ、あの人が一番多いですよ多分、いいね率が。ああなるほどね、やっぱあのね、SNS 上で有名な人でも、うんうんうん、確かに芸人なんですよね。おかえりんとか面白かったね。 AV 女優の人なんだけど、下ネタ ネタみたいな。 AV 女優の人もやってんの。おかえりんと、うん、そんなやその人トップで面白いのは、あともう一人ぐらいいたな、おととい来やがれ、この2人が面白いな、トップで。トイキア芸人さん、うん、最近始めた渡辺のピンの人だ、うんうん、ここ2強ですよマジで。その全部見てんの、うん、偉い、ね、一通り見てる、目通してる、ある程度ここかなって思うね。芸人、いや、いますよ、このザ・ギースとかシャモジとか。ギースもやってんの。うん、まあギースは決勝残ると思うけど、うん、残りそう、うん、ヤダンとかね。ヤダンね、うん、あ、ヤダンはちょっと見た、なんだ、スーパーニューニューとかもやってたよ、うん、新鮮な卵とかもまあ面白かったかな、うん、まあランジャタイとかもいますし、ランジャタイとかエル歌舞伎とか、うん、竹内図もトップの方が面白いね。うん、竹内図、竹内図、おかえりん、竹内図、おととい来やがれ、おととい竹内図、おととい、にゃおの決勝予想してんの、うん、何その話題、にゃお、実際猫を使ってる動画とかなかったんですか。ああ忘れた、ありっちゃありだけどね、猫出したって。あれですよ、鍵しっぽじゃない。あ、鍵しっぽもいいですね、猫といえば。おかえりん、竹内図、一昨日がれ、ザ・ギース、うん、
まあ俺新鮮な卵もありなんだよな。あと、あと誰だろうな。5組、この5組はちょっといいけどな。うん、面白いよね、企画としてね。にゃお。あ、まあスーパーニューニュー面白いか。獣医さんが見ますからね。審査員に獣医さんがいるって話よ、うん、そのあとはどうなんだろうな、うん、でも、うん、硬いのここぐらいかな。あと4組ありますから、ね、まあ、うちもマッハもチャンスありますよ。まだある。6組、ここは割といいんじゃないかという6組ですかね、うん、ああ、まあ町浦ピンクもういいっす。ああ、なるほど。なるほどね、いそうだな、決勝メンバーに。初代ニャオなんかいいっすね。猫が顔してるしね。してるか、うん、用によってはね。用によってはですね。まあ、ネタ的にウイロープリンとかシャンボジとかもすごい良かった、ね、普通にネタは面白い。あ、その辺が出たらそこの戦いだな、うん、ギースさん、ピンクさんとかいざやっぱ舞台に立たれると、まあ、あともう一組ぐらいそこ入れちゃったら、うち、ん、が入るかどうか別に悪くないと思うんだけどな。じゃでも雑だったからな動画なんか見てないわ。1回目何やった漫才、うん、うん、で撮ったの噛んだままもう、ああ、もうなんもうダメだろうな。舐めやがってニャオを。いや、ニャオは舐めた方がいいんだよ。猫だからそういうのも入ってるんだよ。そういうのも入ってるの気づかないでしょ。裏設定で、はい、気づかないでしょ、うん、ニャオだから舐めてるんだって気づかないでしょ。あ、だむずいかもね。10組狭きもんだな。あと一組、まあギースさん、ピンクさんとかは確かに硬いかなって気がするな、うん、まあうちは入っててもいいような気がするな。まあランジャタイも確かに、ランジャタイ、ランジャタイ、だから獣医さんがランジャタイに同意すんのかって。いや、獣医さんは同意しないよ、ランジャタイには。だから獣医さんの評価もあるから。獣医さんじゃない人もいるから、それは。いや、でもこの頃は面白い。あ、わけわかんないけどこれみんなプレゼンある、わけわかんないから。これ見たら確かにわけは見てないけど俺。ランジャタイもあるか。そしたら10個目選びきれないな、ね、結構むずいでしょこれ、うんうん、ね、バリエーション等としたコントもね、うん、まあ、まあ、ほんと影しっぽもいいしね、ピストスで言ったら ね昔からね、こうやってんだから。そう、昔からやってるから撮るってのもよくわかんないけど。もうここ行きたいですよ、ね、いや行きたいと思う。でもあんだけ全身猫だったらね、うん、まあちょっと面白いよね。あんだけ全身猫でちゃんとやってる人いないでしょ、うん、確かに。あんまりない、あんまりない。意気込みがちゃいますよ、それは。確かに。だからこれね、猫のためにその場しのぎで作った人はちょっと不利だろうね。仮に偶然上がっちゃったとしても、はいはいはい、モリエル滑り倒すなんてのもあるからね。何組かいると思うよね、うっかり選ばれちゃって。はいはい、基本お客さんいないとこで撮ってるじゃん、うん、お客さん面白いと思ってさ、うん、上げられて、うん、決勝であるある、モリエールでもうダダ滑りっていうのもあるからね。やっぱその AV 女優の子なんか別に舞台でやってるわけじゃないだろう、ね、いやでも面白いと思うわ。まあまあ、そっか、帰りはちょっと面白かったな。そう、うん、面白い。ただそのまあそこを評価するかどうか分かんないからね、うん、俺個人ではかなりちょっと上の方かなっていう。猫ひろしさんとか出てないの、はい、あー、わかんない。お客さんとか出れへんの。でも出たところでじゃない？猫のネタじゃねえしな。猫、まあ、芸名に猫ついたらいいとか言ってたらさ、うん、ちょっといい、ね、まあそれも別にちょっとプラスになるんだろうけど。昇竜拳とか言うでしょ。昇竜拳って言うよ、それ。猫ひろしさんは絶対絶対言うでしょ。猫、猫じゃないから、ね、スポーツマスって別に猫じゃないから。本人は猫だし。ちょっとね、審査がどうなるかちょっと楽しみかなっていうのは。
あるですね。誰が考えたか知らないけど、うん、ここと今年はここ頑張れて、昨年は次くる芸人の決勝ファイナリストですから、やっぱ今年は、昨年はね、はいはい、今年はニャオーのファイナリストなりたいですな。初代ニャオーだって面白いよね、うん、欲しいよね、肩書き、まあ、欲しい、肩書きとして最高だよ、ニャオー王者って。その決勝にどんなお客さん来るのか、それそもそもお客さん来るのか問題もありますね。割とでも来るんじゃない、まあ、確かに俺はちょっと見に行きたいかな、ちょっと見たい気しない、うん、盛り上げるでしょ、入場料いくらなのね、決勝2,3,000円するんじゃない、しのかな、180とかでしょ、180、猫のネタ10組、猫の別に猫好きは、猫好きもいるからね、猫好きも、うん、でお笑い好きより多いんだから、猫好きなんか。あ、そうだね。でただその猫好きって劇場に足運ぶの知らん、好きなのは好きなんだろうけど、お笑い好きの方が劇場に足を運ぶでしょ、うん、だからそれはどうなのかなって思うけどね。多少猫好きも来るよ、別にお笑い好きじゃんけど猫好きだから来たみたいな人。にゃお終わったらすぐ次来る芸人がいますから。あ、そうですね。いやもうでも、あ、出た予選、予選出ましたよ。どうだった、受け具合。あ、受けました、受けました。あ、そう、結構受かりました。でもまあ事務所が選ぶ、そうそうそう、だから、まあ、もう選んでくれるんですよ。もうとぼほぼを選んではくれると思いますけど、うちら選んでくれなかったらどうしてくれようかな昨年ファイナリストだよ、選ぶんじゃない。でも逆にもういいかなって思ってっていうパターンもありそうじゃん。あれはぺこぱとか出てんの、うん、あまあでもぺこぱ、でも逆にぺこぱはもういいかなってなんだよ、むしろ。いや、生かすでしょ。ペコバなんか純潔言ったらもうほぼ確で通るでしょ、この流れだったら。ほぼ確だね。うん。で、アキト誰、サミュエル、アキトとかいますよ。あ、でも、サツキとか、ザ・パーフェクトも昨年行ってるから。うん。どうすんの、今年のツイクル芸人、サンミュージックしかいないね、決勝。昨年すごいよ。ザ・パーフェクト、サツキばかりだったからね。3組いた。ああ、すごいわ、それは。そうでしょ。うん、誰も爪痕残さなかったね。だなぁ、ナゴンとね、宮下草薙が出てましたけど、昨年もね、まあ1位はザ・マンジェス、次に行きたいなぁ、うん、まああるんじゃない、マッハもなくはないよね、うん、うん、まあ言ってもね、竹支配チャンピオンですから言ってもまあ1個の功績としては見れる、該当者なしですから、今年なしですから、ね、ディフェンディングチャンピオンですから。そうですよ、だってディフェンディングが、ゾフィーとかも出てたしね、バラムジも出てたし、うわ強いなぁ。なんかどっちかは行くでしょう。ああ、ゾフィー行くんじゃない、ゾフィー行くでしょ。ゾフィー結構の勢いあるもんね、今ゾフィー勢いあるよ、勢いあるよ。あっちのだって斎藤さんの方もちょっと注目されてるんだもん。え、なんで、なんかチェだぜチェだぜっていうなんかギャグみたいなのがあって、うんうん、それがちょっと跳ねたんです、なんかの番組で跳ねて、それがもう面白いとかもうおもんない面白いみたいな感じで、逆にめっちゃ面白いみたいな感じになって、おお、ちょっとそうそうそう、俺だってテヤンデーって言ってるんだけどね、似てるけどね、テヤンデー、まあまあ似てるね、言ってるだけですもんね、あれ言ってるだけ、そんなもんだろ、だってみんなそうだろ、言ってるだけだろ、なんで言ってるだけ、何言ってるだけってギャグだよ、ギャグだよ、ね、定期的に言ってるだけでしょ、言ってる、そんなもんだよって、まあ言ってるわけ、失礼なんです。ゾフィーがいるよ、ゾフィーが、ゾフィー行くよ、次来る芸人になった子も ABC お笑いとか NHK 新人お笑いとか始まるんじゃないの、だってそしたらもう歌ネタ王が始まったりとかしますよ、ね、ね、それはもう気づいてもキングオブコントですよ、そしたらもう M1 ですよ、そしたらザ・W も始まりますよ、始まるし、あの番組のもありますよ、チャップリンの大会もありますし、なんかああ、まあチャップリンのね、確かに細かく言ったらいっぱいありますからね、いやすごい、ショーレースブームだね、本当だね、年一ということをいいことに山ほどあるね細分化されて猫王にまで行ってみました、猫王、これベタだけど本当に犬王出てくんじゃないの、いや、あるんじゃない、ね、犬王って名前じゃないだろうけど、犬ひろし出てくるんじゃないか、犬王キングオブドッグとか言ってさ、いやそれやこれしたら豚王出てくる、豚王はないわ、いやあると思うよ豚王、犬までですよ、カピバラ王とか
ハッピーバラオとか言ったら、いやバラオ。だるぞ、これ。下手したらどこまで行くの？すごいね。なんぼでもできるね。そう考えたら、賞レースなんて。できてる。その、成立してるか分からんけどね。そうと思えばね。うん。別に、一回、アベマとかでさ、うん、画用紙ワングランプみたいなのちょっとあったしね。ああ、なるほど。フリップ。フリップワン。まあ、それはあってもおかしくない。フリップワンなんて。うん、下ネタもあるでしょ。下ネタはなんてあったあるね。あるんですよ。ハゲワンみたいのもありましたね。ハゲワンもあんの。あハゲで。ふさふさワンとかね。ハゲワンふさふさワン。あるよね。そのうち裸ワンとかありそうじゃない。裸芸意外といるじゃん。あるある。裸ワンの可能性は。裸ワンなんかありそうだよね。巨乳ワン。巨乳の女芸人やんか、エブやんか、やんねえ、エブやん、絡みはないよ。巨乳、いや、なんか変な企画でありそうだけどね、胸のでかい人しか参戦できませんみたいな、はいはいはい、多分、いや、そういうの方が見るんだよ、意外と見るかな、まあ見たいな、何センチとか、一応、それは公表してさ、何をやんの、大会、それも普通ネタでいい、ネタでいい、胸のでかい人が参戦するだけとか、あ、一応見たくない、多分見ると思う、いや、そんなの普通に閲覧数100万再生超えたりするんだよ。別に服脱がないとかでいいんだよ、ただ普通に着てて何センチだっていうだけで、そんなんでもいいと思うよ。審査がむずいけどな。まあ、いや、それはネタの面白さ。何カップとかも含まれるとかいうこと、父の良さも、まあ、まあ、だから同点だった場合はね、同点だった場合ネタが同点で決まります。同点になってほしいわ。父のデカさで負けてほしいわ。でもまあそんなのもありそうだよな。リアルにありそうなのはちょっと芸歴いった人の中のとかは出てきそうですよね、うん、グランプリみたいのは、まあ、若手じゃなく、まあ、まあ M1 の逆、 M1 の逆みたいな感じ、まあ、M1 が15年以内だったら15年以降とかで、面白い人ばっかだから盛り上がるだろうし、うん、いや、もう賞レース気持ち離れてる人ばっかだから緩いネタばっかかもしれない。いや、でもすごいメンバーみたいになるわけですよ。出れないわけですよ、俺らもバカいもんとか、そういうのね、全然今、そう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 、今出てるような人が出れないみたいな。だから意外と少ないんじゃない、エントリー者が。いや、でも参戦するんじゃない、一応本当に。いや、じゃあやってる人が少ないんじゃない、人口が15年以上とか。15年以上っつったら誰ですか。いっぱいいるでしょ、そんな、いっぱいいるじゃん。ピンもコンビも関係ない、関係ない。いや、漫才、まあ、漫才かな、漫才にして、漫才にして、なんか ティーアップさんとかさ、ああまあまあわかんないけど、大助花子、大助花子さんまで行くとあれで、ザ・ボンチ、ザ・ボンチさんなんかザ・マザイも出てましたからね。うん、なんか出る可能性あるでしょ。そういうこと、シャンプーハットさんとか、浅草系の人とか、メッセンジャーさん、メッセンジャーさんとか見たいじゃないですか、やったら絶対見たいって思うってことはやっぱ確かにやる可能性はね。別に爆笑問題が出てもいいわけだ。爆笑問題が出てもいい、まあ、そうなると広すぎるか。いや、15年以上でしょ。15年以上何年以内にするか。でももうテレビ出てる現役の、まあだからキャインさんとかにもいるよね。あー、キャインさん、つい最近原始人事務所の事務所ライブの200回記念でゲスト出てたけど、うん、キャインさんが、うん、中野芸能衝撃マジ満席だったらしい。そうなんだ、うん、1回見に行ったことあるけどね、昔100回記念ぐらいの時は、その時も満席だったな。え、原始人の、うん、その時も定期的にキャインさんゲスト行くんだよ。うーん、同期だから社長と。あ、そうなんだ、うん、スペシャルゲストとか面白いよね、そういうのが。すごいね、キャインさんとか出るの。そういう見れない人がたまにライブで見れるのはやっぱりいいね。喋ることないだな、止めろや。なんすか、この作業用だったから。作業用か。
作業してんだ、みんな。みんな作業してる。作業してるとか。ずーっと喋るのがね、いいかって言ったら分かんない。いや、それはそうとも言えない。うん。しんどいもんね。そう。聞くのも疲れるから。はいはい。声がしてりゃいいわけですよね。そう。分かんないったらね。うん、作業用。いやーなかなか売れないもんだなぁ。しかし見たらそれ言うな。いや今年は売れるかなってちょっと思ってんだけどね、いつもね。いつもまあまあそれ大事なこと、今年も思ってんだけど、あれ、うん、今年売れないのかなってもう2月で思ってるよね。早いですね。あれ取っかかりがないなと思って、引っかかりがないな。ね、いやドラマ出たけどさ、引っかかりがないな。そうそう、売れるもんじゃないから。まあね、そうそう売れないんだよな。うん、沈黙でもみんな見たいんだろうな。スターだったら見てるよ。このゴミラジオ公開収録、うん、ゼップ東京公開収録2秒で速完だったらね、これも見るんだろうね。これ見るかな、2秒で速完。速完のコンクールだと見るんじゃないのって。これね、2秒で速完でも見なかったらもうなんでやってんの。なかなかお笑いのお客さん、ミュージシャンの人とかすごいよね。全然知らないバンドの人とかでもさ、うん、なんか知らないバンドだけ周りメッセ埋まるとか、何万人か、なんか知らないぐらいだから埋まるって、応援しがいがあるんじゃないの。でもお笑いで何万人来るってなかなかないじゃないですか。いやまあ面白く見えないからね、まあ、誰でも、うん、どんな人でもする、まあ、なかなかない。まあ超有名な人でも、オードリーさんがね、うん、ちょっと広めのとこ埋めたよね。最高で埋めた人の数って記録どうなってんだろうな。オードリーさんが大阪城ホール、うん、あれ千原兄弟埋めたよね。へー、大阪城ホールって何、何万人テレビで1万とか言うみたいなの。なんかでも1万とかでしょ。そうだね、そうでしょう。1万か分かんないけど、そう、ね、歌ってすごいよな。歌って歌は広くても楽しいからね。やっぱ漫才とかコントになるとちょっと伝わりづらいってなるからね。グレーなんかすごかったんですよ。10万だっけ、10万とかですよ。かすごくない？確かに。この間ツイッターでしずるさんがなんかツイートしててさ、あ、ね、見た、2月何日かに単独があるっつって、うんうん、ルミネでやるっつって、うん、もう一昔前やったら多分速完ぐらいだったらなんだけど、ね、まあ、400人キャパで、うん、もう近いのに200しか埋まってない、はい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 、行った時になんか切なかったよね。なんか昔はそこでトークライブやって速乾してたんでしょ。時が懐かしいみたいな言ってて、いや、しずるなんか超大人気だったでしょ、うん、うん、やっぱ結婚しちゃったんじゃないか、確か。そうや、うーん、なのかな。結婚もあるでしょ、あるわ、うん、結婚とかもしてんじゃない多分し。でもみんな別に面白いなんて知ってるからしずるさんは。だからそれこそキングオブコントとか決勝行かない方が人気あったかもしれないしね。あ、やっぱレッドカーペットの初期のさ、ボーイズコントみたいなのが良かったでしょ。ああはいはいはい、やってましたね。なんか最後抱き合って終わるみたいな、あれが一番女子の心くすぐられたんだよね多分ね。うん、今の本格的なコントはもう欲してないんだよね。そういうのはね、このぐらいの人でもね、なかなかお客さん呼ぶの大変なんだからね。100人200人の世界で。そうね、まあでも加賀屋とかだったらルミネぐらい簡単になるよね。まあまあまあでしょ、ね、トークライブでもあるし、出したらシソンヌさんとかすごいですね。あ、やっぱりなんでシソンヌ一番集客力あるぐらいな感じに なりつつあるよね、うん、すごい。何が違うのかな。そう、実力って言われたら困るけど、まあね、うん、実力じゃちょっと測りきれないものあるよね。それ以外の部分がやっぱ色気なのか魅力、うん、ね、あるってことだよね。
確かに。あと誰が人気だ。まあ和牛もまだ人気あるしね。うん。そこそこ。金属バット人気あるしまだ。皇帝とかどのぐらいなのね今ね。一時期ちょっと話題になったけどね、ふわっと出てきて。あるんでしょう、あるんでしょう。まあ、あるのか。あるでしょう、それ。あそこら辺は。まあ、300ぐらいだったら、なんか速感がいそうな感じあるよね。でもやっぱ、何千って単位ってことなかなか難しいかもしれない。ああ、まあね、何千は。何千も売れるってすごいな。まあ、テレビに出てる組だったらね、四千頭身だのね、うん、宮下草薙だの。それこそ、納言だって。別にね、うん、はいはい、納言の鈴木みゆきさんのピンで今ね R1 出てますけど、順々前行ってるんでしょ、うん、決勝行くんじゃないかと思ってるんだよね。そうだ、この間なんか井口くんとなんか飲んで、井口くんと、ナターシャと、リクロジーとパーパーの星野くんと、うん、R1 組じゃん。そう、R1 の3回戦終わりなんですよ、うん、みたいな感じで、なんかちょっとナターシャが誘ってくれて、うん、って言ったら、だから星野くんは2分ネタなんだって作ってたのが、うん、でその時やったのが3分で、うん、後半1分が全く必要ないぐらい受けないみたいな感じで、でも上がったみたいのをすごいいじられたりしてて、うんうんうん、でも俺はみんなすげえなと思って、この人たちみんな順々まで行ってるんだ、この人たち。そうそうそう、ね、いやそうだね、漫談太郎さん1回戦落ちですから、まあ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 、陰ではね、そういう人たちもいますからね。陰はそういう人です。もう井口くんなんかもう、もう僕はマンパワーです、マンパワー組ですみたいな。たあの柴さんとか、うん、柴さんも前行ったじゃないですか、去年ね、うん、準決勝、準決勝とか今年は行ってんの？芝さん出てんのかな、芝ちゃんは分かんないけど、うん、そうそうそう、もうでも絶対決勝なんかはなかなかもうやっぱ、うん、他のピンの人見てたらやっぱもう明らかに違うみたいな、うん、もう分かるって。そう、うん、勝てないってのが、うん、勝てないっていうかもうまあまあ上げてもらったんだなっていうような、へえ、分析としてなんか、何上げてもらったって何？な、上げてもらったというか、もうなんかもう見て、やっぱずっとピンでやってる人たちのネタを見ると、うん、もうやっぱ厚みが違う、厚みとかが深みがコクが違う、もう見ててわー違うという、もう明らかに分かるという。あ、そっか、じゃあもう勝ち上がりながらもうすでに諦めてるんだ。諦めてるかどうかも分かんないですよ、でも、うん、やっぱそれは肌ではやっぱ分かるんでしょうね。矢野さんとか言ってんの？ギフト矢野さんって、うん、上がってると思う、言ってるんだ、うん、行くのかな。金指頑張ってほしいんですけどね。みんな金指応援してるね、なんで？いや俺は、まあ、まず今同じ事務所に。あ、そっかそっかそっか、金指さん行かないかなとか。え、なんでそんなに4000年に一度金指応援してるのか、それ分かんない。なんで？みんなまんべんなく応援したりじゃん、いろんな人。そうなんだ。なんで金指だけ応援してるの？いや俺は別に事務所っていうのもあるし、まあなんか一生懸命やってるの知ってるし。いや、みんなやってるよ。でそれ見てるからね、間近で。うん、ネバーギブアップ入ったよね。今預かりみたいな感じ。預かり、事務所ライブ出てるの？出てる、けど、なんか勝てはしないですよね、なかなか。あ、まあ、いいとこまで行くんですけど、あれが入ったんです、ペニーズハウスってコンビが入って。知らないでしょ。知らない。元しんのすけとシャンの、ああ、しんのすけくんと、しんのすけくんってどっち？ツッコミの方の人。はい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 、髪の毛が多い方。そう、うん、どう、元八組ってコンビ知らないかもしれないけど。八組知ってるよ、組渡辺のね。そうそう、うん、この人のボケの方だったかな。まあその2人が組んで、やっぱ上手いですよ、やっぱネタが面白いし、受けるで、一番最近入ったのが、それはもう勝ち上がって、3回勝って、なるほど、ストレートで勝っちゃった。ペニーズハウス3連勝で、へぇ、TC クラクションみたいなね。ああ、はいはいはい、ね、まあ、できるコンビ、まあまあ、できるジェクソ組んだみたいな、もともと地形がある2人が組んだみたいな。そら、もう最初が面白いよね、それはね。うん、面白いでしょうね、やっぱ違って見えるでしょうね。あと多分あれもあります、マント、
マント夫婦。あ、マント夫婦。前グレープにいなかったっけ、確かね。グレープだったっけ。うん、元グレープだと思う、多分。そうね、芸歴ある人は強いですね。アイルバトルみたいなの見てる。ネタ数が違うんで。まあそうね、やっぱ深みとコクが違うよ。うん、うん、そう、コクやっぱなかなか、ね、分かってるんで頑張ってる子もいるんだけど、サンミュージックが気づいたら増えてくからな、山のようにいるからな、分かんないな。今日から入りましたみたいな、事務所ライブのためにいるような気がする。今日から入りましたみたいな、どっから入ってきたの。ちょっとね、入れる基準ってないの、別になんかこういう条件で入るとかじゃないんだけど。いや、あると思うよ。だからそれを壁くくってんだよ、みんな、毎月で明確にこれで勝ったらとか、そういうことあるんじゃないのかな、多分事務所ライブみたいなのがあって、何回出演したらとかもあるのかな、オーディション勝ち上がったらとか、あるんじゃない。それで毎回勝ち上がってる人がいるんじゃないの、なんか分かんない。すごい山のようにいると思うよ、多いよね、芸人ね。まだまだ入ってる。なんだ、まあ別にたくさん入る分には別に問題ないのかな。そんなに別に金がかかることもないんですよ。そうなんだよね、住所って考えたらね、囲うとこが得っちゃってるから。面倒で切れないっていうのがあるから。いつまで回してんのこれ。あ、俺もう終わりしますか。回してますよ、今。作業用のご来場でしたけど、さよなら。せーの、チャンネル登録よろしくお願いします。